視聴覚著作物の国際登録に関する条約 FRT は1989年に作成された視聴覚著作物の国際登録に関する国際条約である世界知的所有権機関が管理する1989年4月18日にスイスのジュネーブで作成され1991年2月27日に発行した 定約国は13カ国で、日本は未締結本条約の定約国は同盟を形成する。本条約は映画やテレビ番組などの視聴覚著作物の国際的な流通を促進するために視聴覚著作物の国際登録制度を創設する。本条約に基づく国際登録機関はオーストリアに置かれることと規定されており、 1991年3月1日に、クロスターノイブルクに設置された。しかし、利用が低調であったことから閉鎖されて、ジュネーブに移転しており、移転後は活動していない状況である。ありがとうございます。